今日、南国市の高知高専で3年生185人を前に国際交流と多文化共生をテーマにした講演会が開かれ、龍馬学園のグローバルプロジェクト推進室、北込淳室長が登壇しました。この中で龍馬学園の生徒で2年前の6月24日にがんで闘病の末亡くなったネパール出身のカナル・ケサブさんの話に触れ、亡くなる3週間前に当時の高知高専の学生たちに向けて撮影したケサブさんの動画を流しました。ネパール人なのに日本人の温かい気持ちで支援を与えていただいたことで2度目の人生をもらったと感じました。皆さん家族と友達を大切にして自分の夢のためにやりたいことを頑張ってくださいね。この後、ケサブさんの弟で去年10月から龍馬学園の日本語学科で学ぶカナル・ジーブラズさんが登壇し、高知で多くの個人や団体から支援を受けて療養した兄に代わってお礼とメッセージを伝えました。ケサブさんが病気になったとき、高知の皆さんはたくさん助けて勇気をくれました。高知の皆様のおかげで彼は最後まで頑張ることができました。自分たちの人生はいつ終わるか分かりません。生きている間に何かしたいことをチャレンジしてやっていくつもりです。皆さんも何かしたいことを前向きの気持ちでやっていきましょう。思いやるっていうことは、その日本人とか外国人とか関係ないんだなって思いました。自分のお兄ちゃんとか妹とかががんとかになったら、ちょっとやっぱ悲しいなとか思うし、もっと家族大切にしようとか思いましたね。僕の兄もいんだから、元気になって会いたいと言っていましたから、今日僕も皆さんに兄の代わりにみんなに会って嬉しいです。最近はホテルのサービス業の仕事に興味があるというジーブラズさん、来年3月まで龍馬学園の日本語学科で学び、自身の夢を追いかけます。